株式会社北日本銀行は、岩手県盛岡市に本店を置く第二地方銀行。北東北地方に唯一現存する第二地方銀行である。岩手県内のほか秋田県、青森県、宮城県、福島県、東京都に店舗を展開している林県ではあるが、横手市から指定代理金融機関の指定を受けている。 これは2005年10月の合併前の給与小手氏から受けていた指定を真摯でも引き継いだものである。1994年に特用式銀行、職産銀行との合併を発表。行名も平成銀行と定めていたが、特用式に不良債権が多く、負担が大きいことから、特に北日本銀の行員が強行に反発し、同年合併計画は頓挫した。 もともとこの合併話は経営悪化した特用式の救済が主な目的であったとされる。なお、1997年、同行は経営破綻している。環状系システムについては、従前から日立製作所のものを使用していたが、富士通のプロバンクに移行することが予定されていた。しかし開発の遅れから移行までに従前のシステムが保たないことを理由に契約解除をした。 その後、営業店システムの更新と同時に、環状系システムの延命措置を図っていたが2008年1月から、日立製作所の共同システムであるネクストバスに移行した。同校では、総合家系通帳の名称で、総合講座を提供している。ネクストバス稼働前に発行された通帳における利用可能科目は、普通、貯蓄、定期で、見開きのページの下半分に、 お預かり残高ご紹介欄があり、定期預金残高、定期積み金、残高、再建残高、合計が別途基調できる欄が設けられている。それぞれの基調欄は、普通預金7ページ、貯蓄預金2ページ、定期預金2ページある。キャッシュカードは、普通、貯蓄のダブルストライプカードが発行が可能である。2011年8月10日より、クレジット一体が大使、 キャッシュカード W、リンクカードの発行を開始したが、一般の IC キャッシュカードは原則発行されない。また、クレジット部分は北銀 UC の発行となる。2007年までは、普通預金、貯蓄預金とも、2月8月の第2土曜日の翌、営業日付で、付与されていたが、翌年からは、システム更新に伴い、いずれも、第3土曜日付での付与に変更されている。 株式会社、北日本銀行定款第一章第一条、東北各校が、仙台で、住宅ローン争奪戦地元税、営業強化で対抗。河北新報。 Er、http://www.kahoku.co.jp:/tohokunews:/20140772010HTML2014 年7月30日閲、閲覧。富士通への乗り換えを止めた、北日本銀行、直期システムは既存ベンダーの日立に決定。 日経コンピュータ。2013年10月16日閲覧。地域金融機関向け共同アウトソーシングサービス。ネクストバスによる北日本銀行向けサービスを提供開始。株式会社日立製作所。2012年9月26日閲覧。新機関系システムの稼働のお知らせ。株式会社北日本銀行。2013年10月16日閲覧。 ありがとうございます。